皆さんこんにちは、ガーデンバイベルムーアです。今日は大人ガーリースタイルでコーディネートしてみました。気になる商品があったらオンラインストアもチェックしてみてね。まず最初はこちら、2枚のレイヤードデザインが可愛いダブルカラーニットは1枚でおしゃれに決まる優秀アイテムです。今回はパープルとデニムで大人可愛いカジュアルスタイリングにしてみました。次はこちらのアイテムをご紹介。大人イエローで春夏っぽさを出しつつ、ウエストカシュクールでお上品さをプラス。メリハリボディでスタイルアップしてくれちゃいます。お次は白とピンクでちょっぴりあざと可愛いスタイリング。柔らかい生地感でフリ感が出るマーメイドスカートはこの夏とってもおすすめです。ハットと合わせてカジュアル感を出してみました。お次はラフに休日コーデ。このスムーススリットパンツはとっても履きやすくておすすめです。今回は小悪魔っぽくブラックでスタイリングしてみました。髪はちょっぴりやんちゃなスタイリング、ゴールドアクセと合わせてコーディネートしてます。たまにはこんなコーデもいいですよね。お次は大人気アイテムの新色カラーをご紹介です。コーラルピンクは肌なじみも良くって使いやすさ抜群です。まだ少し寒い日はシャツと合わせてコーディネートするのもおすすめ。お次はスタッフおすすめの淡いピンクで大人女子も使いやすいカラーのセットアップ、こちらもオンラインストアでチェックしてみてくださいね。いかがでしたか？今回は大人ガーリーな新作コーデのご紹介でした。また次回の動画もお楽しみに。ガーデンバイベルムーアでした。